戸崎美穂です。今日はですね、このね、デビルマン、漫画ですね、漫画の紹介なんですけども、まあね、漫画ってもね、まあバカにできなくてですね、結構ね、哲学的な、心理をね、ついている、場合もあるんですね。まあそれとその、まあこういう、まあデビルマン、まあ空想の物語ね、SF でありファンタジーでありますけども、こういうものっていうのはね、結構ね、こう真実の例え話になっている場合がありましてですね、それでまあとにかくね、これね、日本の漫画を代表する大名作ですからね、これ1970年代の、日本の少年漫画の、黄金期、まあ、少年漫画っていうよりはね、こう結構ね、内容がどぎつくてね、僕もね、これね、小学生の頃は読んでないんじゃないかなと思うんですね。小学生にはちょっとね、刺激が強すぎる内容で、まあ、とにかく日本の、漫画の最高峰の一つなんですけども、まあ、その中にね、このね、まあ、デビルマンというのは、敵がね、デーモンというね、悪魔の、種族なんですけども、その悪魔の種族と、デーモンが合体して、デビルマンになると、いう設定なんですけどね、このね、デーモンとは何かっていうね、この設定をね、改めて見るとね、これがね、人間とは何かのね、本質をついてるというかね、一面をね、こう表してるんじゃないかというふうにして、思うんですよ。それでね、ここに書いてあるんですけどね、まあ、デーモンっていうのはね、こういう、怪物ですね、異形の怪物なんですけども、それがその、まあ、こう人類が栄える以前のね、地球で、栄えてね、お互いね、こう殺戮をね、繰り返したと、そういう種族がね、その氷河期に閉じ込められていて、それがその復活するというところから、物語が始まるんですけど、このデーモンっていうのはね、どういう種族なのかっていうとね、このね、デーモン一族っていうのはね、合体能力を、身につけていると。だから人間っていうのはその、物を作ってね、それで繁栄する種族でありますけども、デーモンっていうのはね、これで見るとね、結局ね、人間とあんま変わらないんですよ、元の姿は。ところがそのね、この場合はこの蛇と、女性が合体していますけども、あらゆる生き物でね、生き物と合体をするというね、そういう能力をね、秘めているわけですね。で、そうやってね、次々に、合体すると。さっきヘビと合体した女性が、女性のデーモンが、今度ね、木と合体してね、その木の能力をね、取り入れると。で、そのようにしてね、どんどんこう異形な形にデーモンは、それぞれ、変化していってね、で強大なパワーをね、身につけるというわけなんですね。で、これはね、まあ、この高等無形な、ファンタジーの設定ではありますけどね、しかしね、人間というのはそもそもね、デーモンのようにね、こう合体能力をね、有する生き物だというふうにしてね、言えるんですね。で、この漫画の場合はこれ漫画ですからね、その、デーモン一族というのは、身体的に、あらゆる生物と合体しますけども、しかしね、人間っていうのはね、こう精神面で考えると、これはね、デーモンのように合体能力をね、有しているんですよ。だからその、精神的に合体するということは、それはすなわちその、学習するとかね、何か体得するとかね、子供から大人になるとかね、そういう、ことなんだろうと思いますけども、その人間というのはその、何も知らない赤ん坊から、だんだん大人になりますけども、大人になるっていうことはその、他人を、周りの大人を、大人のその精神をね、次々にこう合体、していって、そしてこの独自の、自分になると、独自の大人になると、そういうのがね、人間の存在なんじゃないかなというふうにして、思うんですね。だからその、まあ、子供っていうのはその人間関係、親だけですけども、まあ親とね、子供だけで関係しているとこう関係が煮詰まってしまうんですけど、それでその、まあ、保育園通ったりとかね、小学校に上がったりとか、いろんなそのお友達とか、先生とかね、他の大人とかいろいろ付き合う中で、その周りの人の精神をね、こう合体、していくわけですよね。でそれとその、
まあ、学校に上がるんだってね、その、子供はその小学校1年生はその、字も知らなければ、算数の計算もできないわけですね。で、理科の知識もない、社会の知識もないと。で、まあ、そういうね、計算能力とかね、文字の、読んだり書いたりするね、能力とかね、そういう能力をね、こうね、合体してね、自分の中に取り込んでってね、それでその、まあ、ある一定の能力を有した、大人になっていくというわけなんですね。だから、このね、デビルマンのね、デーモンの中でもね、こう強いデーモンと弱いデーモンが、出てくるんですけども、その、やっぱりね、デーモンもね、無制限に合体できるわけじゃなくて、やっぱりね、個体差、能力差があってね、合体能力にこう限度のあるデーモンは弱い、ね、でより強い、生き物と合体する、より強いデーモンを、取り込んでしまう、デーモンというのは、より大きく強くね、成長すると。で最後の方にそのゼノンっていうね、最強の、デーモンが、出てきますけども、その、まあ、人間もね、本当にその通りで、その人間は合体能力を有していますけども、その合体能力というのはその個人差があってね、で結局ね、そのより優れた人間というのは、より優れた、より、強力なこう合体能力をね、有していると、いうわけなんですね。で、まあ、何をどういうふうにして合体するかによって、その、まあ、人っていうのはそれぞれですけどね、その、まあ、最強の哲学者になったりとか、最強のアーティストになったりとかね、最強の政治家になったりとか、最強のそのアスリートになったりとか、あとはまあね、その最強と言わないまでもその、その社会人生活の中で、まあ、例えばね、私の、カメラメーカーの知り合いにもね、こうスーパーサラリーマンって言えるぐらいのね、すごいね、高い能力を、持っているね、サラリーマン、いますけどね、すごいなと思いますけども、そのようにね、こう人間のね、本質というのはそのデーモンであると、いうふうにしてね、言えるんじゃないかと、思うわけですね。でね、あとね、これね、本当に例え話ですからね。でね、そういう意味で言うとね、これね、私もね、実はね、こう合体能力をね、改めてね、発揮しなければならないという場面にね、来てるんですね。もう本当にね、いつもいつもこう最近の懸案である YouTube なんですけども、もう一つのホビーチャンネル、メジャー路線を狙ったホビーチャンネルがなかなかね、こう動画がアップできないんですね。で、それはね、やっぱりね、このね、デーモン的なね、合体能力を私がね、示さなければね、どうしてもね、先に進めない状況なんじゃないかと、そう思ってね、このデビルマンをね、ちょっとね、これ一巻ですけどね、こう、うちにあったやつを、再読してみたんですけどね、まあ、もう一つ設定があるのは、その、デーモンは、あらゆる生き物と合体できるんですけど、人間ともね、合体できるんですけどね、ところがね、その人間はね、理性があるんですね。で、理性がある人間とはね、デーモンに合体、できないというかね、無理やり合体するとね、死んでしまうというね、そういう設定があるんですね。だから、この、デビルマンの主人公の、不動明は、友人の飛鳥涼にね、誘われて、まあ、飛鳥涼っていうのは、その、デーモンの存在をこう知ってしまった若者でありまして、その若者が不動明にその一緒にね、デーモンと合体して、デビルマンになってね、デーモンと戦おうっていうわけなんですね。で、その時にその、サバと悪魔の儀式を行うんだっつってね、悪魔の儀式っていうのは何かっていうと、その人間っていうのはその理性があるから、デーモンと合体できないんだけども、その、まあ、さ ここではね、こうゴーゴーバーが出てきましてね、ちょっと待ってくださいね、この漫画の設定では、ちょっと待ってくださいね、あ、こういうね、地下にね、秘密のゴーゴークラブがありまして、そこにこう不動明を誘い込んで、麻薬入りの酒を飲んでね、それで理性が吹っ飛んだところでこう、
デーモンの合体をね、すると。でそうするとね、このね、このようにね、デーモンの、ね、合体が始まるんですね。これね、女性にデーモンが合体し始めたところなんですけど、こうやって理性が吹っ飛んだところで、こうやってね、こうデーモンが、ね、合体すると、いうことなんですね。だからね、私もね、これね、行き詰まってるんですね。でね、やっぱりね、こう新しいデーモンをね、こう取り込んでね、合体しなきゃいけないというわけなんですね。で、そのためにはその理性がね、こう邪魔だというところなんですよ。でね、まあ具体的にね、何かっていうとね、そのやっぱりね、まあこれ漫画ね、あくまでも例え話ですからね、それをそのどのようにこう現実に、応用して考えるかっていうのは、まあまたそれ人それぞれなんでしょうけども、まあやっぱりそのね、まあこの YouTube の最近のチャンネルのテーマ、私のテーマになってるのはその、天才を殺す凡人というね、そういう問題なんですよ。で、もうね、このチャンネルはね、もう天才路線で、ね、天才路線で、もう私の好き勝手にやるチャンネルでありますけども、ホビーチャンネルというのはそのなかなかスタートできない。今もうちょっとで、今日もね頑張って動画作っててね、もう本当にねやってる途中でも本当頭痛がして大変なんですけども、このねホビーチャンネルというのはそのメジャー路線なんですけども、これはね、こうね、言ってみればね凡人路線なんですよね。で、私ね、そのね、やっぱりね、その過去の歴史を見るとね、その天才ってのはね金にならないですね。後世の人には、評価されるんですね。歴史的には評価されて生き残るんですけども、その天才と言われた人の多くはね、その現世ではね、浮かばれない人生をね、送っておりまして、もうねそういうことになっちゃってるんですよ。で、その現世で、幅を利かしてね、そういうお金を儲けたり、周りの人に、その時代のその地域の世間で評価されるのは、これはね凡人の人たちなんですね。だからね、私はね、このね、凡人の能力をねこう取り込みたいと、思うわけですね。つまりその、凡人とね合体するんですね。ところがね、やっぱりね、これね、要素としてはね正反対なんでね、天才的要素と凡人的要素っていうのは、正反対、でもありますのでね、これはね本当ね苦痛なんですね。もうこんなにね苦痛だとはね思わなかったですね。だからね、本当ねこのねホビーチャンネルっていうのはね、続けられるのか、そもそもスタートちゃんとできるのかどうかっていうのは分かんないですけども、やっぱりねこのデーモンとね合体するつもりでね、理性を吹っ飛ばして、悪魔のそのサバトの祭りをしてね、理性を吹っ飛ばしてこう無理やりにでもね合体してね取り込むぐらいのね、ことしないとね、ダメなんじゃないかというふうにしてね、ダメなんじゃないかというふうにして、思うわけなんですね。まあでもね、そのまあ、ニーチェ的なその強者弱者という、話をすればですよ、もし私が強者であるんだったらそのね、凡人とね合体できるはずなんですね。ね、ニーチェは結局凡人と合体することは、できなかった天才の、典型じゃないかと思うんですけども、こうニーチェにできなかったことはね、私にねできるのかどうかっていうね、そういうことをね、最近は考えているのでありました。